全県カズクラ。なんだかカズクラの村、やっぱり重たいみたい。これの原因なんとなく分かってきたぞ。これボートのせいじゃないか。そのわけでボートを爆破しようとしてみたけども、なんか TNT が消えた。テコテコテコバカン。いやでもこれでめちゃめちゃ軽くなりました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやもうね、この前なんか無駄にまたダイヤの喋るとこなくなっちまったよ。もういろいろロストしたけどさ、喋るとか置いてねえか、お前。これ喋るねえんけ。いろんなものロストしていく。いい喋る、あるあるあるじゃん。あ、修繕付きの喋るはあるじゃん。これ持って、これ代わりだと。これもいいね、水中採掘がついたわ。あ、でもこれ使ってこう、今はしばらくは。はい、というわけで皆さん楽しんでますか。いや、水のアップデートだけだと思ったんだけど、めっちゃ楽しめるね。まあただアップデートいろいろ変わってるところもあるからね。あ、草、これちょっと、あ、成長してる。草成長してるわ。これ上にね一瞬伸びてる。まあ、ちょっとこの勢いだね。お、もう修繕とか本が、あ、本ちゃんと釣れるわ。まあ、この調子でいってみましょう。2、3、4、5、6、7、8、9、10。え、ちょっと待って、なんじゃこりゃー。ちょっと待って、3つも釣れたやん。いや、これ来たかもしんない。アペテゴ来たかもしんない。せーの、ドン。あ、まあまあ、でも水中採掘ある。いいね。せーの、ドン。あ、ノックバックね。はいはい、ラスト。せーの、ドン。まだ釣れないことある。いやでも、いや、すっごい、これはゴイス、すっげえ。いや、めちゃめちゃ良くなったじゃんこれ。主にいらないもの。虫のなんかボスとか出てきてないよね、追加で。いらない、虫特攻いまだにやっぱいらないな。鮭焼いて預けて、ではちょっとやっていきますか。バケツも必要だよな。持ってこうかな、バケツも。よし、これでいこう。いや、今日もね、海の方でいろいろやっていこうと思う。あ、ほんで、あ、もうこれもこれ買っといたんよっか。あ、やっと剥がれるようになったわ。いや、前重すぎてさ、剥がれなかったんだよな、これ。オッケーオッケー。はい、もうヘナなくしましたよ。で、これは基本的に、あ、これ人参入ってるな。まずこれで作っておきますか。おお、自動でできていく、自動でできていくよ。いや、このマシンすごいでしょ。はい、出来上がり。スプラッシュ化させると効果低くなるんだけど、代わりにね、ゴミが、空の瓶が残らないっていうね、ポイントがあります。あ、ぽいよ。あー、よく寝た。いや、また作って、あと次フグだな。フグバージョンのやつも作っておけばもう完璧牧場。いや、これから水中呼吸とか大量に作っとかないといけないな、ここらへん。これは使うわ。ガラスを仕入れたりとか、あと黄色のシルカーボックスとか、そこら辺も必要だよな。今回ちょっとこれ借りてこう。どんどんなくなっていくんだけど、これエンダーチェストがどこ行くんだろうな。さて、今回力いっぱい、いいね。はい、材料もいっぱい準備できて、ぽいぽいぽい。はい、安心出来上がりと。で、次がフグだな。フグをセットして、ほんでぽいぽい。これでね、確かスプラッシュ化までされるはずだ。この出来上がったやつをね、少し置いとく貯蔵庫とかもね、作っとかないといけないかな。おお、水中呼吸まで来ました。フグと金色の人参がいっぱい必要になるってことだな。水中呼吸出来上がり。あと、もう一回だけ回しておこう。ぽいぽいぽい。えい、えい、ぽい、ぽいっと。一応水中呼吸。あと、もうワン段階だな。さあ、というわけで、もうたんまり、もうたんまりだよな。あ、念のため持ってった方がいいかな。呼びとか言わず、念のため持ってこう。というわけで、早速海の方にレッツラゴーで切って、これも汚ねえの、なんか。これ、これ取っとこうか。なんでも設置しとけばいいってもんじゃねえんだよ、もう。あと、ハサミとかも一応持ってこうか。まだまだ海藻足んねえもんな。これでハサミができたと。オッケー。さあ、というわけで海の世界にレッツラゴー。あ、これも魚とかね、もっともっと増やしていきたいからな。よいしょ。おーおー、お前もいんのか。行こう。ういういいるね、相変わらず。あの子、今度どっか引っ越しさせてあげよう。現世の世界持ってってあげたいな。やっぱ現世の世界いいよね。青空を見せてあげたい、ガッちゃんに。よし、こっちの方、ここもちゃんと作っとかないといけないな。めちゃめちゃ使う通路になるからな、こっちの方。よいしょ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 。打って
ってくるのかなみんな、打ってこないのかなみんな、全然打たれないよ。うい、おい、やってきたぜ。魚自体は海であれば湧くようになってんだな、絶対。でもね、おお、タラ入りバケツゲット。もうちょっとタラが欲しい。おーい、うまくなっちゃった。タラ入れ名人になっちゃった。飛んだタラ入れ名人。ちょっと水中呼吸とかつけて冒険の方行きますか。水中呼吸とポーション、パリンパリン。ほら、ガラスがなくなっていいでしょ。さあ、っていうわけで、レッツラゴー。うーい、深いで、この青みが綺麗だよな。他のお友達もタラ以外もね、捕まえていきたいからね。いや、タラだらけだなこれ。タラちゃんだわ、タラちゃん。おい、タラだらけじゃねえかよ。まあでもこっちの方行くとね、まだみんな世界がいっぱいあるはずだから。多分警告とかもさ、多分できやすくなったんじゃないのかな、今回のアップデートでね。この海底でさ、絶対そうだよな、前のやつとか。新しいとこ、新しいとこ。草が生えてこない。あ、来た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 。お、あいつはいくらでも燃えてきちゃう。待て、お前からなんか素敵なものがドロップするって噂で聞いたぞ。お前まさかまさか、お前、おらおら、あ、強いなお前。あ、ゾンビに、よいしょ、ゾンビに行く。いや、なかなか難しいな。おーい、おーい、いねえのか。あ、いた。いや、来るといいんだけどな。まだゾンビに行くだわ。いや、手入れてえな。まあ、こっちの方行きながら、まあ、草とか、草っていうのかな、これ空中浮いてっちゃうからさ、真上でカットするのが。ん、はっ、ちょっと待って、あなたはイルカちゃん。イルカちゃんじゃん。ちょっと待って、どうすればいいのこれ。イルカちゃんってお魚かな。ほら、あ、出た、キラキラーンって。しまって、ほらほらほら、もっと欲しい。イルカちゃん、どうしたのイルカちゃん。おい、いや、めっちゃやべ、もうなくなる俺。イルカちゃんってどうすればいいのこれ。どうやったらなんかこれ乗れるようになるって俺聞いた。何も持ってない状態で右クリック。馬と一緒かな。いや、いや乗れないぞ別に。ちょっと待って待って、ちょっと今ちょっと調べた。多分ね、乗ることができないような気がするんだけど、なんかデスポーンする可能性もあるかも。だから一応名前つけといたんよかな。名前はつけることができるから。どこ行った。あ、いた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 。おーい、はい、あー、ついたついた。一応名前ついたぞ。おーい、一緒に遊ぶ。あ、なんか別の魚もいる。ちょっと待って、これ見たことない。熱帯魚。おらおらおら、熱帯魚ゲット。おーい、おーい。なんかすまねえ、なんかすまねえ。おーおー、そうだそうだ。あとイルカの前だと泳ぐのが速くなるんだってさ。ほら、なんかあるでしょ、ドルフィンズグレイズって。すげえ、はい、はいや、ほんとに。ほら、これとかほんとに絶対前なかったよな、こんな回転にさ。なかったよな、こんなの。ごめんごめん、よいしょよいしょ。いや、とりあえずこれどうやって持って帰ればいいんだろう。それだけ謎だな。まあ今これができるのは早っ、泳ぎ早っ。この状態でもなんかイルカ近いと。とりあえず草、草集めよ、草、草を集めて。あれ、え、おめえ普通のゾンビじゃね。お前水中、水中呼吸持ってんの。あ、そっか、トラップが使えなくなったってこれか。ゾンビたち沈むようになったみたいな。でもダメ、水中ダメージ受けねえな。あ、変身した。そういうことなのね。お、ほら、お前成仏する。お前たち変身するのか。おいよ。さあ、なら奥の方にどんどん進んでってみよう。いや、水没船とかなんだって、なんかそういう、そういうのもあるとかないとかってね、あんのかな、この広い海に。またまた、お前、おい、ちょぶちゃ、ほら、ちょぶちゃ。こいつは全然怖くないな、動きとろいし。いた、いた。おーい、おーい、アプデのなんかいないのかーい、アプデのなんかないのかーい、新しい魚とかいないのかーい。熱帯魚と、これなんだろう、白い方は。むしろこのカラフルな方かな。はい、いや、熱帯魚だな、カテゴリー熱帯魚だわ。この白いのは、これも熱帯魚だわ。いや、戻した時に変わんのかなこれ。おーい、おーい。っていうかイルカもレアだったかも。もうイルカさん見えないもんな。
たなお前。はい。いやこれまだ水の生き物っていたっけな、敵なんて。え？は？あ、ちょっと待って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 、終わる終わる、人生終わる、ちょっと待って、あ、鉄砲。は？え？いや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 、ちょっとなんだってもうあれちょっとあれどう対策すればいいんだよあいつ。くそー、どうすれば、そう対策調べてリベンジするわ。というわけで本日こんな感じで終わりたいなと思います。ちょっとあれ回収できるかな。うーわー、マジどうしよう。あれか、トライデント持ちのやつがいるんだな、あいつを倒さないといけないんだな、どうもね。はあ、というわけで今回こんな感じで終わりたいます。また俺は絶対あいつに勝つから、なんか絶対方法があるはずだ、攻略方法は。また明日期待して待ってください、絶対取り返すから。それでは本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。